え、ブローニャちゃん、今回の姫子ちょっと熱心すぎない？キアナは本当にバカですね。何をいきなり。このことに気づいてないのはおそらくキアナだけです。この報告を見てください。今年度身体検査報告書、村田姫子。これは姫子少佐の身体検査報告書です。彼女の体は崩壊エネルギーの適応性が非常に低いです。それでも人工精魂を体内に移植しました。その結果、精魂が彼女の体。なるほどね。だからテレサさんはずっと人工精魂はモルハの剣、バルキリーにとってそれは武器であり毒薬でもあるって言ってるの。新しいオリジナルの精魂を探し出し、天命組織の人工精魂の研究を進めるのが一番。そうとなれば私に任せなさい。任務の重要性が分かってきた途端、私の中のカスラナ家の血がたぎってきた。バルキリーばかりに戦いに適した日和じゃ。見えないところにおる。せいせいせい。艦長、キアナちゃんたら、こんな時にどこに行ったのよ。桜よ、散れ。わらわは最強の巫女ぞ。